どうもどうも魚でございます。魚のマインクラフトでございます。生配信でね、発表したんですけどね、今ね、新しいスキンをね、制作中なんかな。もうほぼほぼね、これで決定なんですけど、もうちょっと微調整をかましたやつをね、また新たに発表していこうと思いますんでね、その時はよろしくお願いします。ではこんな感じで、今回は、ここね数日、生配信で集めていたダイヤ鉱石がついにね100個いったっぽいんで、そのね100個の鉱石を、幸運3のツルハシでね壊したら一体何個になるのかというね内容の動画にしていこうと思います。ではよろしくお願いいたします。ではではですね、早速ねこのね100個のダイヤ100個あるよね。103個かな。もうちょっとでね108個で煩悩だったけど、煩悩じゃなくてね、このダイヤね、ダイヤをまず壊す前にちょっとねこの100個のダイヤでできることってなんかないかなってちょっと思ったんですけど、前になんかダイヤ製の床かなんかをねなんかちょっと作ったような記憶があるんですが、そんな感じでなんかちょっとダイヤ製の豆腐ハウスを作ってみたら、ちょっとどんな感じのなんだろう、なんていうの、景色が見えるのかっていうのをちょっとやってみようと思いますよ。ちょっとねだいぶ茶番なんですけどね、もしね100個の結果が気になりたい方はね、100個の結果だけ見たい方はもう2、3分ぐらい飛ばしてください。ではねダイヤ豆腐ハウス作っていこうと思いますよ。ではでは、まあマジくっそ茶番だけどね、ただのゴミのね茶番ですけどね、やっていきますよ。こんなねおふざけもねこの今しかできませんからね。多分次ねこんな感じのねまあ企画をやるとすればダイヤ1000個かな。100個だいぶきつかったけど、まあ何ヶ月かかけてなんとかねダイヤ1000個集めて、それをね一気に崩すやつやりたいんだよね。いつかね、いつか作っていくぞ。これいけっかな、もう1個上げて屋根をつけていけばギリいけるんじゃないかなと思うんですが、高さ2のね結構激狭なね部屋なんですけどね、これ来たいいぞ、いいんじゃないかな。これでこうしてな、そう、こんなんでいいんですよね、家ってこんなんでいいんですけど、ダイヤっていうねダイヤっていう、これはめちゃおうか、これはめちゃってね、すごいでっかい塊があるように見えませんか。こんな感じでねこうしてやればね、なんか稲葉物置みたいになってるけどね、100人乗っても大丈夫みたいなね稲葉物置っぽいけど、あすごい、おお、これサムネだな、サムネ決定、ダイヤ100個幸運3で崩すっていうね、多分サムネイルになってると思いますよ。すげえこれいい景色だな、やばいね。上もほらダイヤがありますよちゃんとね。まあ崩していきますかね、ちょっとね時間稼ぎはねこれくらいにして、動画の尺の関係でねちょっと喋りで、繋がないといけないんだけどね、今日はねちょっと口が全然回ってないから、カミカミというかね滑舌が終わってるんでね、その辺はすいません、本当にさせん、こんなねカミカミになるんであればね、こんな茶番とかやんなくていいんだろう、実際ね。でもやんないと動画の尺が微妙だぞと、だからねこのねダイヤの100個崩すだけなら本当に 2,3 分で終わっちゃうからね。でもね僕的にはね動画の尺って10分ぐらいは欲しいから、だからねこんなねこういらんことを喋りながらねこうですね作業しつつもね動画の尺をね稼いでいく感じなんですよ。わかりますかね。特にねなんか10分切るとなんか YouTube 的になんかねあんまり良くないことがあるとかそういうのじゃないけど、なんとなくねどうしてもね9分何秒みたいなやつだとなんかね短い気がして、でこの間なんかツイキャスでなんかねどのぐらいの動画の長さがいいかなって、ね、なんかその質問アンケートをね取ったら、まあ、結構ね15分とかの意見が多くて、そうなると僕の動画って結構短いのかなと思ったりなんかしてね、だからね中にはね3時間ぐらいの動画がなんかこう垂れ流しにしたいって人がいたからね、まあなんかだからねこの最近はなんかこの生配信もね増やしたりなんかしてますけどね、もしよろしければねこの僕のこのね動画のコメント欄に、まあ、何分ぐらいの動画がいいかとかね書いてもらえるとね参考になるんでねよろしくお願いします。ではではあれかな、こうね一直線にこうブワーいってわーやってこうねそれをグワーってこう放ってくる、この幸運さん、これがね幸運さんなんで、この幸運さんで積み上げたねこの103個のダイヤをブワーいって、あ103個ダメかな、100個の方がいいかな、ぴったり100個にしとこうか、多分その方がね
分かりやすいと思うんでちょっとしまっときますわ。 1,2,3 でしょ。だからこれで60と40個で100個でしょ。これでこれ分かりやすいわ。なんでね、これをね積み上げて一気にブワッとグワーッとバババババッと掘って、それがね何個になるかね、やってみましょうか。なんかあれかな、ちょっとそれなんか何個になるかのね、なんか募集、なんか予想、なんかトトみたいなね、あれをなんか募集してもよかったけどね。うん、まあ僕的には何個かな、100個でしょ、まあ、最低200個はいくと思う。200個、250いけば嬉しいなって感じですかね。ではでは、ちょっとね暗くなってきたね、一旦寝てからね行きましょう。それでは運命の朝がやってきましたよ。ちょっとどこでやろうかな。なんかね、このいつものね、なんかこうなんかね、あの決まり文句を言ってるとこじゃなくて、やっぱこういう時神殿かな。神殿で、神殿のあのね、あの真上からこのビーコンの光の中でこうやっていこうかな。うん、見えづらいかな。まあこの神殿の前でいいや、ここでやろう。うん、景色もいいしね。じゃあこの辺でやっていきますか。持ち物はこんな感じ。なぜかね鉄をね3個持ってるけどね、気にしないでください。これしまっとこう、この辺にしまっといて、ちょいらんもん全部しまっとこうか。うん、パンは一応持っとこうね、こうしてな。ではでは、一応ねシルクタッチを持っといて、シルクタッチと幸運さんと、ダイヤモンド鉱石100個でございます。ではこんな感じでねやっていくぞ。まずは積み上げていきます。どうしよう、ここかな。ここでじゃあちょっと口が全然回ってない。じゃあ積み上げていくぞ。おお、始まったね。え、自分で操作しておきながらね、始まったことにね驚きを隠せないさかなクン。こうして積んでいきますよ。積んでいって、適当に置いたねあのハスの葉っぱがね、あの気になりますけどね、どんどん積んでいきますよ。いけ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 、どうなるか。危ねえ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 、即死よ即死。何もつけてないからねえ。そしたらなんかこの浮いたねダイヤの鉱石をどうするかって話になるからね、それが怖いけども、積んでいくぞ。いけ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 、来たー来たぞ。おー、これこれこれ、見たはサムネだけだけどね、あの某ケイズさんのやつとかでね、あの動画で見たよ。おー、すげえ、ダイヤのタワーだ。いいですね。そんでもってこの魚村のねこの微妙な発展具合がねちょっと見て取れますけどね、あのいい加減ねこのカーペットもね敷き詰めないといけないけどね、あのカーペットの回収もちゃんとやってますよ。ではでは、早速掘っていきましょう。あんまりここでね喋っててもしゃあないんでね、掘りますわ。ではこの幸運さんのやつで、100個250個いってほしい。まあ4スタック、うん、ぐらい、まあ、3スタックかな。3スタックいけば万々歳という感じでしょうかね。ではいきますよ。なんかあそこに穴があるな。まあいいや、行くぞ。では早送りでねやっていきます。あの結果はね見せないように、あのこれ隠していきましょうか。では行くぞ、スタート。さあ、ちょっと周りにダイヤ落ちてないかな、大丈夫？ねえ、飛び散る、なんか犬が飛んできたよ。なぜか犬が飛んできたけどね、あのちょっとダイヤ探して、ダイヤダイヤないか、大丈夫？じゃあ結果発表いきましょうか。ねえ、ちょ、神殿にお祈りをしてからね、お願いします。1億個ないかないな。ではではよろしくお願いします。ちょっと何個になるかな、いくぞ。F の1を押したら UI がこうパッてね、あの表示されてね、何個になったか分かると思いますよ。いきますよ、3、2、1、ドン。おお、何個、100 180、あ、だいたい250個ぐらいじゃない、だいたいねえ12、そうじゃない、何個分からん。あの数字出しときます。よし、ではではこちらがね僕のね鉱石ボックスなんですけど、ダイヤがね今58個あるんで、ここにしまっていくと今回だから3スタック半ちょい来たというわけですよね。だから230個ぐらいか、うん、まあまあいいんじゃない、まあまあね。だから平均 2. 何個分か、 2. 数個ですよね。うん、増えましたね。なんで僕の持ってるダイヤ今ね4スタックと半分か、
4.5 スタックぐらいありますね。まあなんでこれで本当にしばらくダイヤ困らないんで、このダイヤツール、これらを使ってダイヤツールを作って、それにエンチャントかけて、またブランチマイニングとかしてね、あのダイヤ鉱石今度は1000個を目指してね、しばらくやっていこうかなと思いますわ。ではではね、今回こんな感じで終わろうかなと思います。明日せっかくだからあれかな、ダイヤ装備作るかね。え、久々のダイヤ装備、本当に久しぶり作るよね。え、新しいスキンにしたばっかだけどもね、あのまだ決定校ではないけどね、このスキンね、久しぶりのダイヤ装備を作って終わろうか。来た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 、いいじゃないですかねえ。ちょっとツール類はいいわ。おお、なんかね、あのグレーの袖が出てて、新しいあのダイヤの魚でございます。今回ね、こんな感じで終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。ダイヤ鉱石100個、合計230何個か240個ぐらいになりましたけどね、いかがでしたでしょうか。あのね、まあ、次回は1000個ね、目指してこれからね、また採掘とかね、あの建築もやっていきますんで、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。また会おう。